えー、それでは時間になりましたので始めさせていただければと思います、えー。フィノラボにようこそいらっしゃいました。今日は JFIA の大賞受賞記念イベントということで、脱炭素化社会実現、生活者の行動変容のために企業ができることというテーマでお届けしたいと思います。えー、まあ j i a とは何かということだけ簡単にご説明させていただきます。Japan Financial Innovation Award ということで、フィノラボが2020年から開催しているアワード、表彰の仕組みになります。でこれはその,年その1年前に発表されたプレスリースを集めてきて、その中で イノベーティブな取り組みを表彰しようというものです。カテゴリーとしましては、スタートアップ、金融機関、そしてコラボレーションということで、3つのカテゴリーについて、イノベーティブな取り組みをされている企業やスタートアップを選出して、その中で一番 優れたものということで対象を決めているということになります。でこの3月に開催しましたこの JFIA の2023においてクレディ・セゾンさんが対象を取られたということでその取り組みについてご協力されている2社を含めて今日受賞記念のセミナーを開催ということになったと。 といいうことでございますで本日のアジェンダですけども、えー、まずクレディ・セゾンの田中さんよりクレジットカードの決済データから CO2 排出量が可視化されるセゾンカードデジタル・フォー・ビコーズについてご説明いただきます、えー、そしてその後にデータフラクトの吉川さんから環境価値流通プラットフォームビコーズの目指す姿 ということでご説明いただきます。えー、そして、えー、ドコミ、ドコノミの、えー、藤井さんから、えー、インパクトテックの先祝者から見た日本市場ということでお話しいただいて、えー、この、えー、3人の方に加えて私がモデレーターということで、えー、パネルディスカッションをさせていただくという運びになります。で、あの終了後に、えー、懇親会ということで皆さん あの名刺交換でしたりご意見を交換いただくという機会を、まあ、軽食とともに <laughs> 設けさせていただきますので、えー、楽しみにしていただければと思います。えー、最初にあのお話しいただく、えー、クレディ・セゾンの田中さんですけども、えーまあ、財務経理というようなことで、まあえー、企業の,その根幹を担う業務を 担当されているということに加えてこのサステナビリティの分野を積極的に進められているということで今回のセゾンカードデジタルフォービコーズの導入の中心的な役割を果たしたということで今日お話をいただくことになります。 そしてデータフラクトの吉川さんですけどもまあ、元々 nri に入られて、その後コンサル会社などもえ経て2020年からデータフラクトに参画されていらっしゃいます。まあ、データフラクトもあの様々な業務をやられてますけども、特にあのデータ分析においてえ、様々な知見をもとにそれを。 どういうふうに業務に生かしていくのかということでいろんな工夫をされております。で以前あの私どもがやった宇宙関連のイベントの中であの CEO の久米村さんにお話しいただいたというようなこともあるのであのご存知の方もいらっしゃるかと思います。えー、そしてドコノミーの,の藤井さんですけども、えーまあ、広告の分野で、えー、さまざまな経験をされ まあ外資系をいくつか経験されてその中でこのサステナビリティの分野で世界的に有名なドコノムイに入られて日本の展開を中心的な役割を果たされているということでまあ非常に国際的な経験も豊かという中でこのサステナビリティの分野で、まあ、日本がこれからどういう方向を 向いていてくのかということについていいいいいろいろ、えー、知見をご披露いただけるのではないかなかというふうに思っています、えー、ということで、あのーえー、本日のイベントを開催していきたいというふうに思います、えー、最初はあのーえー、クレディセドン田中さんからお話をいただくということで、えー、今画面を切り替えますので少々お待ちください すみません皆さんこんにちはあの私はクレディ・セゾンで財務経理部長を務めております田中と申しますでこちらのクレジットカードの決済データから CO2 排出量が可視化されるセゾンカードデジタル4ビコーズでこちらのプロジェクトリーダーとして立ち上げ時から今までに至るまで推進をしているというものでございますでこちらののビコーズっていうのが あの何なんだって話なんですけども BCO20 の略というところでご理解いただきますのとあとはあのセゾンカードデジタル4ビコー z っていうのがあまりに長いので何度かこの後出てくるんですけども、えー、ビコーズカードっていう言い方をさせていただきたいと思いますので、えー、その略だと思っていただければと思いますでまた本当に本日はお忙しい中ご参加いただきましてありがとうございますでこの場をこのお時間をお借りしまして、えー、このカードのですねサービスの内容と あとは、あの、リリースしましてから、だいたい1年ぐらい経過いたしましたので、ある程度データも揃ってきたというところもありますので、お客様の動向など、こういったところもご説明させていただければと思っております。で、ちょうど1年前のですね、6月2日のところで、こちらのカードに、ピコーズカードにつきましては、サービスリリースをさせていただいております。で、このサービスを始めましたきっかけといたしましては、 あの、まあ、ちょうどこの2022年の6月の9ヶ月前ですね、この辺りから、えー、クレディセゾン内でサステナビリティ推進委員会というものを立ち上げておりまして、その時その事務局っていうのを私が務めていたというところもありまして、で、企業が CO2 の削減に取り組むのは当たり前だっていう世の中になっていくという中で、えー、クレディセゾンのビジネスとつながりのあるような生活者の皆様と、 一緒に何か CO2 削減に取り組めないかっていうので検討を開始したっていうところでございます。で当時社内では、まあ、この2021年の9月ぐらいですけども社内ではまだまだですね日本において脱炭,素脱炭素に向けた生活者向けのサービスっていうのを展開するっていうのは時期尚早だという意見が非常に大きくてですねなかなかあの私以外のメンバーで協力を あおげるっていう状況ではまあ全くなくてですね。あとはあの、社内には炭素会計みたいな、まあ、最近ではあの知名度も上がってきましたけども、そういった知見を保有するようなメンバーもいなかったので、まずは自分自身がウエストボックスっていうですね、CO2 の可視化コンサルティング会社がございまして、こちらで副業も始めて、知見を増やしていったというところでございます。 で実際にあの行動を変えたいという方も少ないんですけれども日本人の方でやっぱりいらっしゃいましてでその中でサポートをできるような金融サービスがまだまだないというそういった課題に着目して生活者が何を知ったらいいのかわからないといった状況です、ねあ,のまあ気づきと方法というのを提供できる、まあ、できるんじゃないかということでビコーズカードってというのをスタートさせていただいたというところでございます。 でこのサービスの構築にあたりましては、この右下のですね、本日もご登壇いただきます、データフラクト、日本のベンチャー企業のデータフラクトのプロジェクトメンバーの方々とですね、毎週のようにまあミーティングを重ねて、時にはあのスウェーデンのドコノミーの皆様ともオンラインで会話をして、少しずつなんですけど、イメージを形に変えていったっていうのが流れでございます。 で、その中でクレディセゾンの役割としてはあのデジタルカードの技術っていうのがまだまだカード会社でも少なかったものです。そこの分野とあとは決済データでこの決済データというのもなかなかどこのお店で使ったっていうデータがきれいに整ってないというのがクレジットカードのデータでございましてこのあたりのクレンジングの技術こういったところを我々が担当してでまたドコノミーの皆様には、まあ、ご存知だと思いますけど決済データから CO2 の 排出量を算出するというアルゴリズムですね。で、こちらの部分の開発というか、ご提供いただくというところを役割として持っていただきました。で、データフラクト、最後でございますけれども、ビッ g o ズ w a r e という可視化の Web サービスで、こちらの開発を役割分担という形でサービスリリースをさせていただいたというところでございます。で、構想の開始から約9ヶ月間という、本当に短期間だと思ってまして、 え、サービスリリースできたっていうのは、本当に各社がですね、各社、各担当が、まあ役割を明確に持って、得分野だけやろうっていうので、もうそれ以外の得意じゃない部分はもう任せるっていう形でやってきたっていうのが大きかったと思います。で、実際にあの、このサービスの内容ということで、まお客様が体験できるサービスについてご紹介させていただければと思っております。で、まずこちらの BecauseWallet というところでございますが、 こちらは CO2 の排出量を可視化するための Web サービス、もう基本機能という形で捉えていただければと思いましてでこちらのクレジットカードを持っていない方も個人の CO2 排出量の管理が行えるという内容になっていますでまたビコーズカードでございますけれどもこちらにつきましては年会費無料のカードとなっておりまして CO2 排出量の可視化に関してももちろん無料のサービスということになっております でこちらはスマートフォンをお持ちの方でしたらお申し込みから最短で5分程度でスマートフォン上にカードが裁判される発売されてでそこからスマートフォンを使ってお買い物ができるという内容になっておりますので従来、物理的なプラスチックカードというのを県民が発行しなくてカードのご利用がいただけるということで非常にエコなカードというか決済機能になっているというところでございます。 で最近はの日本でもかなりカードをご利用いただけるシーンとかも増えてまいりましたのでメインカードでこちらのカードをご利用いただければ1年間の CO2 総排出量のだいたい56割ぐらいはこのクレジットカードの決済データから CO2 の排出量の可視化ができるんじゃないかなというふうに考えていますでまたこちらのサービスとしては日本人の平均の排出量との比較ですとか あとは1.5の目標に向けた排出量との比較に加えまして先月、前月の CO2 の排出量との増減比較をしたりですとかあとは移動とか食事あとは健康美容、日用品といった9つのカテゴリーに分類してです、ね、ご利用明細ごとに詳細な排出量が確認できるといった形になっております。 で実際にこちらがお客様のスマホの画面をイメージしておりますけれども一番左がですねセゾンのポータルアプリという形でセゾンカードをお持ちのお客様は一番左のアプリの画面が最初に立ち上がるようなイメージなんですけれどもこの中で「ビコーズカードを選択いただきますとこのカードにだけ真ん中にあのバナーが出てきます。 でこれはビコーズウォレットで CO2 の排出量を見るっていうふうに書いてあるんですけどもであそこを、まあ、バナーを触っていただくとですね真ん中の、まあ、月間の CO2 の排出量の合計がこのような形で見れるとでさらにもちろんこれ詳細を見たいなとなんで 1275kgCO2 なんだっていう話ですけれどもこの青い部分の履歴っていうのを触っていただくと このケースで言うと、2022年7月の1日からまあ31日までのデイリーのご利用に応じた CO2 の排出量が確認できるというとこところになっております。で、例えばこのデイリーの中でも7月1日6キログラム CO2 っていうまあ結果が出てるんですけれども、これ何使ったのかなというところであれば、ここの日付のところをクリックしていただくと、まあ真ん中の画面にまあ飛ぶんですけれども、3つの まあカードの利用から 6kgCO2 なんだなというのが確認取れます。で、そこで表示された内容が、まあ実際はエコな買い物をしたんだとかですね、カテゴリーが違うみたいな、そういうことがあれば、えー、これを触っていただくと一番右でカテゴリーの変更ですとか、CO2 の排出量を、まあ、項目を含めないみたいなことを選択することができるといった内容になっております。で、次に行動変容と。 いうところでございますが今ご用意している、まあ、サービスとしてはこちらのビコーズマーケット r k という内容になっておりますでこちらはですねカード会員の方にですねカーボンクレジットの購入がいただけるような形になっておりましてで J クレジットの3つのプランですね森林保全プラン再生可能エネルギー省エネルギープランのこの3つを数百円単位でカーボンクレジットを購入できるということで、まあ、オフセット 操作できるとですのでどちらかというと利用カードの利用を減らすというよりは使った分その分をカーボンクレジットを買うことでオフセットしていただくようなそんなイメージの今行動変容というのを用意しているところでございます。でこれをですねあの、まあ、1年間にわたってやってまいりましてで結果として、まあ、今年の3月にですねあの日経脱炭素アワードプロジェクト部門の象っというのを頂い,いたということとあと本日の「 JFIA2023 対象という、まあ、ダブル受賞をちょうど3月にいただくことができまして、本当に今までの苦労が報われたなっていうのはあったんですけれども、で、この受賞をきっかけにですね、社内外でも大変認知度が上がりまして、で、取引先様から、もしくは社内のメンバーからも問い合わせがまあ殺到したという形でございます。で、取引先様に関しましては、あの、まあ、いろいろ情報を教えてほしい。 といった話がありましてこのサービスをきっかけとして新たな競合が開始するといったケースも現れてきているというところでございます。でこちら1年経ちましてデータが揃ってまいりましたので簡単に見ていただきたいと思うんですけれどもでこちらの右側が既存のセゾンカード会員になってまして左側がこのビコーズカード会員。でセゾンカード会員は非常に女性が比率としては多くておそらくあの。 なんでしょう、小売りのお店の店頭とかでカードのお申し込みを受付していたっていうのもありまして、女性が多いのかなと。で一方でこのビコーズカードというのは、あの、目立った、あの、勧誘というのはこって行っていないということで、メディアからご覧になられて入られる方も多くて、男性が比率としては高くなっているのかなと思っています。で、また、あの、会員の方の年齢べ、年齢層でございますが、 ビコーズカード会員は非常に10代20代30代で5割を超えるという形で、まあ、若年層の方がが非常に比重が大きくなっていますで既存のセゾンカード会員は30代までの方で2割ぐらいという形なのでこれはもう顕著に若年層の方にますでまた都道府県別のところはこれは逆に不思議なんですが既存のセゾンカード会員の都道府県別のとほぼ同じ形に結果としては今なっているというところでございます。 でこちらがですね利用されている業種ごとの、まあ、分類っていうんですかね業種というかあの分類になってますで右側が同じスマートフォン決済のセゾンカードデジタル全体の売上げのまあ構成になってますで左側がこの「ビコ c o カードになってましてその他ライフっていうのが、まあ、非常に大きいと4割になっているとでこのその他ライフっていうのは生活にまつわる例えば結婚式場も含めてですねライブのチケット買ったりとかいろんなものがここに入ってくるんですけども 右側の利用と比べるとだいぶまあいろんなところで使ってるなっていうのがこのその他ライフによってるっていう意味合いでございますでまたあのビコーズカードをご利用されている方は非常にエコ,方エコな方が多いのかなと思ってまして例えば飛行機乗らないですとか車に乗らないみたいな方が多いのかなと思ってたんですが逆にですね航空券の利用のウェイトが高かったりガソリンスタンドや ETC でのご利用っていうのが多いっていうのが左側の特徴になってます。 想定してたのととちょっ恐らくですね今はご利用を始めてど,どこのお店とかどういうところで使うとどれぐらいの CO が排出されるのかっていうのをお客様自身が試してるのかなというふうに捉えていますであとはこれはあの1枚のカードが年間あたりどれぐらい使われるかっていうのが一番左側でございますで通常のセゾンカード会員は1年間1枚あたり44万円ぐらい使われるんですけどもこのビコーズカードというのは40万円ぐらいということであんまり差がないんですね ただ一方でショッピングリボルビング残高とかキャッシングリボルビング残高といったところを見ますと極端に低いということで何て言うんでしょう比較的こういったあのエコなカードに興味がある方っていうのはもしかしたらこの金銭的にはゆとりがあるというかそういう方なのかなって勝手に想定をしているところでございますで今後というところなんですけれども ちょっと2年目に入りまして、2つ新しいサービスっていうのをちょっと付加しております。で、まずこちらがですね、あの、民間の企業としては非常に珍しいんですけど、クレディセゾンは実はあの、群馬県の赤城、赤城山にですね、自然園っていうのを運営しておりまして、こちらの東京ディズニーランドとディズニーシーを足したぐらいのまあ大きさなんですけど、で、こちらに関してまあ運営理念、豊かな森を未来を子供たちへといったもとですね、 地元、赤城の地元の企業や学校といった持続可能な社会を作る地域貢献活動などを今までずっと行っているんですね。で、こういった赤城自然園を活用したサービスをということで2つ用意、今年からですね、つけていまして、1つは年間の利用額30万円の方には、あのこの赤城自然園の入園券をまあペアでプレゼントするということなんですが、この赤城自然園については、 あの森林セラピー基地っていうのにも認定されてまして、まあ、非常にですねリラクゼーション効果や免疫機能改善などが期待できるっていうところで、まあ、あのちょっとご利用いただきたいなと思ってますのと2点目こちらでございますがこの赤木自然っていうのは、まあ、樹林によりまして年間200トンから300トンぐらいの二酸化炭素をまあ固定しているというふうに推計されております。 でこちらの固定量につきましてもこの樹林をほったらかしておくとですねこの固定量も減少していくってことですので、まあ、の毎年毎年ですね新しい木を植えて成長させてっていうことを、まあ、活動として行ってるんですけれどもここでですねビコーズカード会員全体の利用額に応じまして、えー、苗木2年ぐらい育てた苗木を、まあ、3 0ンチか8 0ンチぐらいまで成長したものを、まあ、植えていくっていうの植樹をやっていきたいなというふうに考えています。 えーまあ、説明としては以上なんですけども、まあ、こういった活動を通じまして、えー、私たちの方ではあの生活者の皆様の脱炭素行動こちらを一緒になって何かできないかなっていうのをこれからもやっていきたいと思っております。ご、えー、ご清聴の方ありがとうございました データフラクト社の吉川と申します。あの今日こういった場に呼んでいただきましてありがとうございます。あの、先ほど田中さんからご説明ありました。けれども、私どもの会社は今回のあのビコーズカードということで言うとまレットいわゆる可視化の部分ですね、えー、それからまあ、あの行動変容をちょっと促すようなえー、まあ。 イクレジうのシステムを作ったりオフセットの機能を作ったりしてたということで、まあ、裏方としてあのいろいろサービスを提供させていただいたということになりますが今日はあの我々が考えてます Because, b c u s b c o 2 z e r o というまあ我々が作った造語ですがどんなことを考えているのかということについてあのお話ししたいというふうに思っております。 ちょっと最初にあの会社の紹介をさせていただきますと、私どもあの渋谷にありまして、今創業5年目を迎えたスタートアップでございます。えー、と創業者はですね、CEO はあの久ム村というものでして、あのまあ、元々データサイエンティストですが、えー、ベネッセさんとかリクルートさんとか日経新聞とかいったところでいろいろなスタートあの新規事業の立ち上げをやってきたものです。 で彼がです、ね、今やっているまあ我々の事業というのはデータプラットフォーム事業と DX の支援とそれから今回のビコース s でサステナブルのデータビジネスが中心なんですがもともと、まあ元々ですね、あの久米村 JAXA ベンチャーに認定されて衛星画像の解析をいろいろやっておりましてその中で本当に CO2 の排出量って増えてきているなと、まあ、衛星データの解析で気づいて、まあ、どうしてもこの脱炭素の分野をやりたいということで、まあ、この事業を始めたと。 あの私参画したのが去年の7月でその前も少し従事しておりまして実はもうこのビコーズのサービスはすでにローンチされた後でまあもちろんその前も多数あってたんですけど ええと、本当に B2C の分野の CO2 の配送の可視化ってやるのと、日本で根付くのというふうに、私も半信半疑でですね、あの、参画して、それこそクレディセゾンさんとかドコモさんには、いろいろご迷惑をおかけながらあ、おかけしながらのローンチにたどり着いたということでございます。あの、今、あの、えっ、ー、と、さ、昨年シリーズ B の資金調達をして、今もシリーズ C、もうすぐクローズする予定ですが、あの、資金調達しながら、まあ、ちょっとずつですね、 あの事業を今拡大していいいるというこんな状況でございますあの主だった株主さんはユーテックさんとかです、ね、東大寺キャピタルあるいは国分グループさん竹中工務店さん東芝デジタルソリューションとか三井住友海上キャピタルさんなどにあのご参画いただいているとこんな状況でございます。 であの会社の経営理念にもありますようにサステナブルアルゴリズムの社会実装と書いていますがまさにまああの創業者 CEO の久米村がやりたかったということで、えー、まああのデータサイエンスを使ってです、ね、いかにサステナブルな社会を作っていくかというのがです、ね、会社としての大きな理念ということになっております。 で、その b c ー s なんですがあの b c o 2ゼロの略語ということで去年社内でも散々あの議論して、まあ、私もパートタイムで議論しててどんなネーミングにするかっていうのをそれこそ去年の3、4月ぐらいですかねいろいろ議論してこんな名前になってあの、まあ、ちょっと商標も取らせていただいているということですであの先ほど田中さんの話ありましたけどセゾンさんって結構いざ意思決定されて早いですよね 確か3月ぐらいで6月には環境でにはあの間に合うように絶対にこれサービス出そうというふうにえ決められてその意思決定の速さって私びっくりしましてでどこのもさどこのみさんにも本当にいろいろご協力いただいて去年のゴールデンウィーク前後とかもあの大変いろいろご協力いただいたというのをあの覚えておりますけれどもまあこういったあのサービスをローンチしましたとでえ目指してるのはですねまあデータサイエンスを使っていかに あのまあ、まさに脱炭素化を実現するか特に B2C の分野の脱炭素化を実現するかということなんですが、まあ、そのためにはまずデータをいろんなところから集めてこないといけないとそれからそのデータを分析してまさにその消費者を動かしていくという、まあ、行動変容という言葉っていうのがちょっとあの消費者に対して上から目線でいいのかどうか分かんないんですが、まあ、いろんな気づきを与えていくというのをとにかくデータサイエンスでやりましょうというのがこの B コースの基本的な考え方です。 まずちゃんと可視化しないといけないですねとそれから環境価値、まあ、CO2 の排出量をある意味での経済的な価値に変換できるようにしていきましょうと、まあ、ポイントとかいろんなものですねそれから環境価値を生み出す選択肢を与えると、まあ、一体どっちが本当に CO2 の排出量が少ないのかちゃんと分かるようにしてまあこっちならこれくらいこっちならこれくらいと分かるようにしましょうと、まあ、こういう仕掛けを作っていこうということで今あの徐々にラインナップも拡充しているというこんな最中でございます。 で先ほどあの田中さんの方からビコーズのカードワレットについてお話がありましたので、もう私が特にあのもう補足することはないんですけれども、今日もうちょっと違う分野の話もですねさせていただこうかと思ってます。え一つはドライブ、まさに車の運転に伴う CO2 の排出量、えこれをちゃんと可視化して削減していくと。 でもう1つはですねちょっとあの分野は、えー、例えばカードとか車とかいう分野とちょっと違うんですチャレンジという、まあ、まさにこれはちょっと我々今やろうとしている行動変容のプログラムなんですが、まあ、どうやって本当に人に気づきを与えたらいいのかなとどうやったら人って動くのかなという、まあ、そのおおまあそれを実際にですね促すようなあのプログラムソリューションというのを提供してましてちょっとこの辺を今日お話ししたいと思っております。 まず車の分野なんですけれども、えー、まあ企業さん特に B2B の,の車両の運行については今ガソリンの使用量に応じてです、ね、どれくらい CO2 があの排出されているかというのは多分上場企業はだいぶやられているかなと思うんですが、まあ、もうちょっとそれをです、ね、個人の車の運転でも CO2 の排出量が可視化できるようなソリューション個人あるいは、まあえー、と都市部はそうでもないんですが地方行くと多分6割7割が車通勤なんですね。 この CO2 の排出量ってどうやったらまあ可視化できて削減できるかということをちょっとトライしております。あの実はこれパイオニアさんと一緒にや、あの共同で行っている取り組みなんですが、まあ、こんなふうな画面が出てきます。あのこれスマホのアプリでですね、できるようにしておりまして、特別なあのカーナビとかドラ,ブドライブレコーダー不要というふうになってますが、これちょうど川崎ぐらいから羽田空港まで走った場合の絵が出てます。で、左側の場合ですね、 えー、ほとんどが緑黄色でこの赤い部分っていうのは CO2 の排出量が多いところということになります、えー、この間あの消費の燃料量は0.53リットルで CO2 が1 2 3キロ出ます燃費はこれくらいですとこういうデータが出てきます一方でちょっとルートをですね変えて、えー、川崎から少し先に海の方に行ってそれから大田区に戻ってっていうふうに、えー、あの走った場合これかなり赤になってるというのはわかると思いますこれ赤が多いというのは CO2 の排出量が多いところでして あの実際ちょっと我々これ使ってみて分かったのは渋滞にはまると大体赤くなります、えー、あるいはまあちょっとここはあまり上り坂多くないんですが上り坂の多いところもです、ね、結構 CO2 の排出量が多いということで、まあ、いかに実はあの車のです、ね、ドライブでは渋滞を避けるっていうことが極めて CO2 の排出量削減に重要だということがあの最近になっていろいろトライしてみて分かったということでございます。 はいまあ、これはあのちょっと4つぐらいの特徴がありまして専用のデバイスが特にいりませんのでスマホであらかじめ自分のメーカーとか車種とか入れると GPS をオンにしておくとですね計測できるという仕組みですね。で基本的なアルゴリズムはこれパイオニアさんのを使わせていただいてまして特許いくつか取ってらっしゃるのでそれを使わせていただいているということです。まあ、できればその B2B2E の分野もですね車通勤の多い会社さんなんかにはまあ,ある種、福利厚生の一環として使ってもらおうと思ってまして。 ようやくこれもあの実ユースケースがそろそろ、えー、と出てきそうなこんな状況に今あるということでございます。であの車に注目している理由なんですが、まあ、今日本全体で10億トンぐらい CO の排出があってまあ あの家庭部門で今1.56億トンなんですが実は広い意味で家庭部門というと車の CO2 の排出量結構多いんですね。えー、と船舶運輸・船舶部門で大体1.85億トンの CO2 が出てると言われている中で、えー、その大半が実は自家用車の CO2 の排出量ということになります、まあ、鉄道とととかか非常に少ないということがわります。 で自家用車は先ほど申しましたけれども都市部ですとほとんど通勤って、まあ、公共交通ですね地下鉄とか JR とか、まあ、バスとかに乗るというケースが多いと思うんですが我々データを改めて調べてみると本当にあの地方って6割からによって多いところが7割ぐらいですかね。 車通勤ということなので、まあ、そこの部分にある程度こうメスを入れていく、まあ、あんまり渋滞ないかもしれませんがピーク時間を避けるとか、まあ、将来的には次買い替えるときは EV にしていただくとかっていうことがやっぱ重要になってくるのかなというふうに思っております。でちなみにでちなみに EV の普及は我々非常に注目してます。で日本では今 EV はストックベースで多分去年だと40万台ぐらいなんですね。 で、年間の売上販売台数がだいたい5万から6万ぐらいです。ですから、月間まだですね、4000台とか5000台ぐらいしか売れてないという状況で、えっと、新車の販売台数は2021年440万台。あの、多い年は500万台ぐらいいってるんですが、440万台が2021年です。で、EV の販売割れ、たった1.2%ですね。で、ストックベースで見ると、今、あの、 車って大体日本で7800万台ぐらいあるんですが0.4%に過ぎないというこんな状況です。でこれはですねあのもちろんこれ脱炭素という文脈もあるんですが車産業ってやっぱりある種、まあ、典型的な日本の得意技とするすり,り合わせ産業なんですがおそらくモジュール化するというふうに言われてますよね EV 入って、まあ、部品の点数も減ったりしてで多分この波が来るんじゃないかなというふうに思ってます。 でこれちなみにですねグローバルの実績と予測なんですが EV 今世界で大体1000万台ぐらい売れてましてあの新車販売に占める割合がグローバルだと12%先ほどの日本の場合ですと1.2%ですがグローバルでは10%ぐらいになって12%になってるってこれほぼ牽引してるのは中国ですね中国あの日本にも BYD とか入ってきてますけれども相当入ってくるしこの後の予測を見るとです、ね、相当高くなるので まあある意味ではあの車産業の産業構造の変化もありますし脱炭素という波もあってですね日本でも相当やっぱり EV 普及するんじゃないかなというふうに思ってますまあ車買い替えるっていうことはある意味ではお金も動く部分でもありますのでここら辺のですね変化に我々も非常にあの注目しているところですまああのトヨタさんも2027年に相当あの EV をこれから出していくっていうことを新しい社長さんがあの宣言されてますけれどもまあ一つのあの変化としてまあ大きな産業が 車産業という大きな産業がですね本当動き出す今瞬間を迎えているのかなというふうに考えています。それからもう一つがですね鼻骨チャレンジという、まあ、まさに行動変容をどうやって促すかという我々自身のチャレンジでもあるんですが。 これ何をやったかというとですね、つい2週間前まで、2ヶ月余りの実証実験をやったんですが、あの、J リーグのですね、えー、と松本山賀さんっていう、今 J3 なんですが、一時 J1 で今ちょっと J3 まで落ちちゃったんですが、そのチームと一緒にやった、まあみんなでですね、一定期間に CO2 をどれくらい削減できるか頑張ってみましょうという、まあ一種エコ版のクラウドファンディングみたいなのをやってみたということです。 あのちなみにですね J リーグさんは、えー、と今年から全ての試合をオフセットするとでそうするとですねスタジアムの電気ガス水道の流用に伴う手術の排出量を、まあ、オフセットしていくという方針を出していらっしゃるんですが問題はですねサポーターの方がスタジアムに行くまでの交通機関の手術をどうするかなんですね。で都市部にあるスタジアム例えば、えー、と調布にある味の素スタジアムとかだったらほとんど多分京王線で行かれると思うんですが。 えっと地方のスタジアムって大半が車で行きます。で、松本の場合は松本市の郊外あの松本空港の近くにスタジアムがあるんですけれども、えー、まさに田んぼの真ん中にありましてですね。みんな車で行くと、これどうするのと、ここを削減しないことには co2 排出量削減できないよね。というふうなあの議論になってます。同じようにえっ、ー、と j1 ですと、鹿島アントラーズも。もう大半の人が車で行くらしくて。 わりと首都圏から鹿島まで行く人も多いんですがこれどうするのっていうのが今大きな問題になっているんだそうです J リーグの中で。はい、であのこれはどういう仕掛けだったかというとですね、まあ、簡易なちょっとウェ,あのウェブサービスを作って皆さんがそれぞれエコ活動例えばリサイクル協力するあるいはそれこそ車でですね自家用車じゃなくてシャトルバスが一応出てるんですねあの駅から。 それを乗っていただくと何ポイントあるいは、えっ、ー、と、服なんかもリサイクル、リユースしていただくと何ポイントもらえると。で、今回の場合はちょっと会員化のために、皆さんがやった行動を写真でアップロードしてくださったら、えー、ポイントが付与されるという仕組みでやりまして、もらえた景品というのはこのあたりですね、あの、選手のサイン入りのもうちょっと古いユニフォームとか、あと VIP 席にですね、皆さん行けますよと。で、あの、ポイントを競ってくださいと。で、みんなで CO2 の排出量を削減しましょうというふうにしたということでございます。 これ、こちらがですね、ちょっとビジネスモデルの絵なんですが、あの、右側が、えっと、スポンサー企業ですね、あの、エコな商品を売りたい会社を想定しています。で、左側がサポーター、真ん中のチームなんですが、チームはですね、あの、もちろんエコなことをやらないといけないんですが、やっぱり稼ぎたいんですよね。で、新たな反則収入を欲しいということで、ここでエコな商品とかサービスを扱う会社が、 えーまあ、そういう熱心なファンにアクセスできるということでお金を出してくださると今回の場でいうと日産自動車の松本の販売代理店とか、えー、エネルギーの会社がこの右側に位置してくださったということでございますこれ本当はチギンさんにも入っていただきたいなと思ってチギンさんってほとんどの J リーグのチームサポートしてらっしゃるんですよねあサポートというかスポンサーしてらっしゃるんですがもうちょっとチギンさんなんかこの辺も新しいビジネスチャンスとしてやってくださるといいのかなというふうにあの思った次第です。 はい、で結果はどうだったかというと、これ、ちょうど2週間前ですね、あの綺麗なあの青空背景に写真写ってますあこれあのはめ、はめ込みの,の映像ではなくて、合成映像ではなくて、実際にあったんですが、あのみんなでやってです、ね、目標値を一応達成しましたというふうなあの結果が得られたということでございます。結構多くのサポーターの方があのご協力いただいたということでございます。はい 最後にちょっとどんなふうなですね行動を示したかちょっとデータでお示ししたいと思います。これ3月の下旬からスタートしてですねあの左側が CO2 の削減量で右側が削減量の累積値ですね。えっ、ー、と最後の2週間ぐらい結構追い込みが入ったということです。あの締めめ切りを決てていでですね、えーでまあ うまくすればビップ席も行けるかもしれないとか選手のグッズがもらえるかもしれないちなみにビップ席行けるとか、えー、選手のそのグッズでサインのグッズがもらえるのはチームにとったらほとんど限界費用ただなんですよね。あの もうほとんど普段は席って空いてるのででもファンサポーターにとってはなんかもう欲しくてたま,た,またまらないものだということでそこでうまくあれです、ね、金はかからないけどサポーターにとってはどうしても欲しいグッズだったりサービスだったりするということでちょっとその辺が最後うまく回ってブームになって、まあ、最後2週間我々もまたあのスタジアムのテントを張ったりしてですねキャンペーンやってください手伝ってくださいって言ったら本当に最後2週間ですね皆さん追い込んでくれたということでちょっといやゲーミフィケーション的な要素も入れましも。 けれどもあなんかやっっぱりちょっと期限決めてですねみんなで競い合ってそれでみんなで総量をあの上げていくっていう試みというのはある程度これ有効なのかなというふうに、えー、今回思った次第です。 とということであの最後、1枚これだけですかね、あの今後です、ね、この試みをです、ね、あのサステナブルファイナンスの分野でもやっていきたいと思っていますし、まあ、プラスチックごみのリサイクルとか、あるいはエコドライブとかです、ね、いろんな分野に適用していく可能性は十分あるなというふうに思ってまして、佐藤さんともこの辺でぜひです、ね、具体化していきたいというふうに思っております。はい、私の説明は以上でごごござざいいまますご清聴ありがとうございました エコノミーの藤井です、えー、よろししくお願いいたしますそうですねあのまずえっ、ー、と週末の月末 <laughs> で、えー、と会社さんによっては半期末みたいなところであのお忙しい中あのお集まりいただきましてありがとうございますで、えー、お時間も押してますしあの皆さんお疲れでしょうからできるだけライトに、えー、と行かせていただきます。 えと言いつつですねインパクトテックの先駆者からという大層なタイトルといいますか生意気なタイトルをつけさせていただいているんですけれどもあのビコースカードに関してはもうお、えー、二方からあの十分にご説明いただいたかと思いますので少しあの違った切り口でと申しますかあの違った観点でちょっと、えー、ESG ES 市場ですね日本の市場を全体的に。えー 見た場合のちょっとお話を軽くさせていただけたらと思います。えっ、ー、とですね、えー、いきなりまあ日本日本のカーボンニュートラル宣言に至るまでというところなんですけれども、まずえっと SDGs が言われ始めたのが2015年あの、えー、国連で採択されまして2015年だったんですね。もうあれから8年ですか年弱経ちましてここの場で例えば皆さん SDG の17個の目標についてあの全て言える方っていいらっしゃいます多分いらっしゃらないと思うんですけど私ももちろん暗記できてないんですけれどもあのはい失礼しましたああ聞こえてますかごめんなさいえっ、ー、と私も言えないんですけれどもそれぐらい、まあ、あの日本の皆さんには少なくとも浸透できているかどうかっていうのはちょっと疑問なところがあるかと思います。 で右にあの移っていきますとです、ね、2019年、パンデミックの直前ぐらいのタイミングですかね国連、えー、気候変動サミットで77カ国が排出ゼロ宣言をなされる中で、えー、と日本はコミットなしでしたと,で、えー、とそ,それに、えー、遅れて遅れること1年以上です、ね、あの菅総理が、えー、当時のです、ね、所信表明 演説で2050年までにあの、えー、グリーンハウス、GHC 排出実質ゼロを表明しましたと。で、経団連の会長も、まあ、サポートするよというような流れになっているんですけれども、これだけでご覧になりますと、あのまあ、1年遅れぐらいがあの大したことないじゃないか、許容範囲じゃないかというような見方もされるかあと思いますけれども、えー、もう少しズーム、あ、失礼します、ズームアウトして、 えー、ご覧いただきますとあの実は1967年にも世界初となる環境保護法が、えー、スウェーデンで、えー、成立しまして、まあ、弊社は今更ですけれどもあのとこのス,、えー、スウェーデン席の、まあ、インターナショナル企業にはなりますけれどもそのお膝元ですねあのスウェーデンではあの50計算ができない50何年か前ですよね55年。 前に環境保護法というものが成立しています。そして1972年に UNEP 補足のきっかけとなる第1回の国連環境会議を主催していますと。えー、さらにですね、30年以上前に1991年に世界で2番目に炭素税を導入していますと。あのちなみに1番はあのフィンランドなんですけれども、えー 多分炭素税ってあの検索していただくとずらりと、えー、北欧の国々がです、ね、フィンランド、えー、スウェーデン、デンマークなどのです、ね、北欧、えー、あるいは EU 諸国がトップの方に、えー、ずらりと並んでいるとその中には日本はいまだに炭素,炭素税というものがあ存在しないということも事実ではあるかと思います。 えー、いやいや日本は経済の成長を、えー、優先しているんですという見方、うんまあ、エクスキューズって言ってしまうとちょっと語弊があるかもしれませんがあのなんか得てしてこう経済とサスティナビリティというのは相反する概念のように捉える方もいらっしゃるかと思うんですけれどもじゃあそういう観点で見た時に上の方の経済ですね IMD ってあのスイスのに拠点があるローザンヌに、ね、拠点を置く国際 開発研究機関なんですけれどもそちらでつい先日ですねこの間発表されたんですけれども国際競争力のランキングにおいては去年もスウェーデンは2位で今年8位にはなったんですけれども日本は3435総合的な国際競争力のランキングになりますその経済日本は優先しているとされるその経済が えー、どうだったかっていうことがここで、えー、あまりそのエクスキューズにならないような惨憺たる結果が出てるんじゃないかというふうにも考えられます。で、えー、サスティナビリティその経済に対して成長がそんなにしていないとすれば、えーまあ、その相反する概念っていう感覚も、まあ、一旦忘れていただいて、えー、サスティナビリティ当然ながらあの、えー ちなみにスウェーデンはですね下から見ていきますとこのいろんな指標があるんですけれどもグローバルサステナビリティ・インデックスと呼ばれるようなものの中では常にこう1位にランキングされているのに対して日本は59位だったりとかこういった結果が出ているのも事実として見ていただけたらと思います。えーまあ、日本だけけがが悪いいいいいいこととをししてててるという論調でででははは決ななんすそれ言たわく排出は え、増え続けていると。いずれにしてもパンデミックで、まあ世界で経済活動が停滞した時でさえも50%パ5程度しか減少しなかったので、今はまた増え続けているという現状を見ると、2030年までに例えば数十パーセントを減らすという目標に対しては、あの、社会全体のかなりの痛みを伴う 変革個々人のです、ね、消費者の意識の大きな変革が必要ではないかと言えるかと思います、えー、少しずつ日本も削減は進んでいるように見えるんですけれども46%減らさなきゃいけないということを考えるとかなり難しい今ペースをたどっているんではないかと思いますで、えー、そしてですねいろんなカテゴリーがあるんですけれども上から産業、えー、業務、まあ、運輸だったり転換だったりいろんな えー、指標があるんですけれどもその中でも家庭部門は明確な、えー、道筋が見えないまま、まあ、3分の1までに減らさなければいけないゴールだけが決まっているというようなつらい状況ですね。えー、そしてこここちらがです、ね、弊社のつい最近ここ2 3ヶ月で、えー アジアの6カ国、そうですね、US の方で、アメリカで、えー、行った後に、えー、アジアの6カ国で行っている消費者向けのオンラインのサーベイの結果なんですけれども、えー、まあ、散々悪口を言ってきてあの、正直、数字で見たときにですね、日本の消費者だけが意識が低いというわけでも 決してない。それは言えないと思います。少なくとも、例えば自分の、今よりサステナブルな生活を送りたいんだとか、自分のカーボンフットプリントを知りたい、それがこう気候に与える変を知り影響を知りたいという方が少なくとも半分近くはいらっしゃると。それは決して意識が低いわけではないよね、ということが言えるかと思います。その一方で、 えー、金融機関の,そのポイントが気候変動対策になる活動に変換できるとしたら交換しますかという質問に対して79%の方が「イエス」と答えているわけですよね。で今後1年以内に、えー、その気候変動に対する行動を起こすつもりだという方も実に90%、えー、いらっしゃると、えー。ということを考えると消費者の意識はどんどん高まってきているということも言えるかと思います。その中で政府や企業,企業が 適切なサービスで情報を提供できているだろうかということをあのご自身たちにも問いかけてみていただきたいと。 といいうのが、えー、私のが私思いです,で、えーっとですね、これは決してあの同じ全く同じ質問をしているわけではなくて調査項目自体もあの変わっているんですけれどもヨーロピアン、えー・インベストメント・バンクの方で実施された以前の,です、ね、あのデータによりますとスウェーデンは一方でどうかというのを一緒に見ていただきたいんですけれどもすでにスウェーデン人はです、ね、自分のできることをやっているみんな。 やっていてそれをかなり初歩的なフェーズとして通り,通り越していて、えーと、さらに行動しない人たち、政府や企業、それが行動できていないとしたら、口を出しそういうところに対してさえ口を出し始めていると、何をやってるんだという認識、意識。 えの人たちも、これだけいるということなんですね。75%の人が人類が21世紀に直面する最大の危機だと思っている。かなり深刻に自分ごととして捉えている。だとか、えっ、ー、と、例えば電化製品の最低5年保証の日期無課、 に賛成しているだとかですねこれ私も常々、ね、一消費者として、えー、不思議に思っていたところなんですけど何 <laughs> で日本のこう電化製品って結構1年保証だったりとかまあ長くて3年があるとなんかラッキーみたいな感じになるんですけれどもなぜそう決まっているのかもう少し長くてもいいんじゃないかって思いつつですねそれはいろんな大人の事情があるだ,だろうから <laughs> ということで、まあ、納得はしていないんですけれどもあのこういった取り組みというのも実は 必要ななんじゃないかと思いますえー、まあ真面目に普通の日本人の方はですねやはりあのリサイクルに取り組んでいると聞けば多分自分たちでご認識されているしあの胸張って言えるところだと思うんですけれどもあの少しずれているなと思うのはそのリサイクルの,その範囲がですねかなり限定的でリサイクルといえばペットボトルだったりとか、えー、缶瓶。 ぐらいしか思いつかないっていうのも実情ではないかと思う。それ以外にはるか大きな範囲で生ゴミだったりプラスチックだったりとかっていうものも実は無駄にたくさん溢れていてゴミは燃やすものっていう意識が強いんですけれどもだからこそ日本の世界のゴミ焼却する施設の半数以上これは私もかなり衝撃だったんですけれども半数以上が日本にあると燃やすことが得意なんですとそうじゃなくて できれば、そのゴミを出さない、さらにその前の段階で無駄に物を作らないっていうのも一つのこう意識改革として考えてみてもいいんじゃないかっていうふうに思っています。えー、ここでですね、少しあの弊社のちょっと実写紹介、申、えー、し遅れましたが、挟ませていただきます。で、この身っていうのは、改めまして、順番がちょっと逆かもしれませんが、あの2018年、まさにデータフラクトさんと一緒ですよね、5年目。 とということでストックホールも日本社を持ちます2人のコーファンダーによって設立されたインパクトテック企業で世界初というふうに言われていますで80社以上のクライアント様今は年内には多分もう90近いんですけれども年内には100に達するであろうという見込みで動いているんですけれども制約大手の銀行様だったりとかですね金融機関を中心に制約しておりますクライアント様をお持ちです でえー、と40以上のマーケットとエンドユーザーで申し上げますと5億人以上のコンシューマーに、えー、サービスがリーチしているというような状況です。でこれが、えー、とシンプルな、えー、ざっくりとした仕組みなんですけれども、えー、とカスタマーユーザージャーニーとして考えていただいた時に左にその消費者がいてカードを使いました。 何々を買いましたっていうときに必要な情報って実はその金額と通貨と MCC と呼ばれるそのマーチャントカテゴリーコードというものだけですねご提供いただいて API で連携されてこの購買コードにひも付くその二酸化炭素の排出はこれだけですという数値を可視化してユーザーにフィードバックされていくというシンプルな。 え、仕組みになっております。一番の強みはですね、まあ、この二つに、え、尽きるんですけれども、データプロセスと、クオリティープロセス、え、の二つのポイントですけれども、SP、そのデータについては、S&P のグローバルのデータプロバイダー部門であるトゥルコストから、え、世界で実に2万社以上、 ですね、資本市場の95%以上を占める企業様から提供された、レコーディングされたデータに基づいて、えー、開発を進め、あデータを、えー、蓄積あ、構築しております。そして、あの第三世機関である EY にですねあの、監査及び認証をですね、えー、外から、まあ、あのされているということです。 で、えー、これはもう皆さん多分お馴染みのところだと思うんですけれども、スコープ1,2,3全てカバーしているということと、こう繰り返しにちょっとなりますので、割愛させていただきますが、一番のポイント、ここなんですけれども、可視化のサービス。えー、この技術だけだったら今は、えっ、ー、と、結構できる企業も増えてきているんですけれども、弊社が去年から、 開発に注力してきているのはこのエンゲージメントサービスと呼ばれるところですね5つのフィーチャーに分かれているんですけれども。 インサイトだったり、要は数字だけ戻されても、それが高いのか低いのか分からない。どうすればいいんだどう自分の行動とは結びつくんだっていう疑問を素朴に多分皆さん持たれると思うんですけれども、その後のフォローのですね、消費者の啓蒙教育につながっていく、このエンゲージメントサービスと呼ばれる新たな企業を、新たな価値をですね、付与していると。これがパッケージで今、の 日本で、えー、世界でも展開されていると。個々の多分、えー、とフィーチャーについては、まあ機会あればまたあのご紹介させていただきますけれども、ここでは、えー、割愛させていただきます。最後に、えー、とダメ押しで、すみません。あの先ほどちょっと触れたあのコンシューマーサーベイの結果なんですけれども、えー、と青字が一番左日本の、えー、青字がですね、えーと、他の国に比べて。 えー、明らかに低いというかあ比較的にあるいはあの項目によっては比較的に低いというもので、えー、と赤字はですねその国が突出して他の国より高いというところなんですけれどもこれを見ていただいても、えー、やはりサステナブルな生活を送りたいんだとかいろんな項目においては他国に比べてやはり低いというのは事実として言えるかと思います。 なので、えー、とここで、えー、少しでもこのお話をです、ね、あの聞いてです、ね、金融機関の皆さん、特に <laughs> いらっしゃればあのご自身たちの,その役割だったりとかミッション日本市場をどう変えていくかというところにおけるそのミッションをあの少しでも、まあえー、認識を深めていただけたら幸いに思います。そんなとところで、はい、ごごありがとうございました